番上のパーツだったら、あ、なんかいた気がする。女性かけるそれです。素晴らしいです。お、出た、すごい、バッチリじゃん。よくできました。お疲れ様。そうだね、これは下の部分は円の半径×半径×π の円の面積で、で、真ん中部分は円周の長さを横の長さにした長方形で、で、最後がこの母線×半径×π の円錐形の表面積を作って、こちらで、で、足せばなんかこの複雑なやつの表面積を作って、